NHK 大阪ホールで30日、明日31日全国放送の第23回我がの大阪メロディー、総合テレビ、57、30から8、42のリハーサーがスタート。トップバッターは NMB48 が飾り、グルー、卒業を控える渋谷なぎさをはじめ、川上千尋、翔、カリンが前日取材会に出席した。渋谷は月にグ、卒業を発表し、 12月16日17日に、卒業コンサー、アスエアリーナ大阪を控える。我が心の大阪メロデでは、NMB48 史上最多の40人のメンバーが集結して、谷の新たな角でお祝い、卒業曲、渚最高、を、無、渚卒業スペシャルメドレーを大な、ド華やかに届ける。渋谷は、こんなにもふい、チャンスしていただけるんだというのが、 すご、嬉しくて、ファンの皆さんには、絶対に見て、ただ期待と万感の表情。バラエティとか、見てくださっている皆さんには、意外と11年ち、んとアイドルをやってたんやなと思っていただけるような、しっかりアイドルをやっていい、というのを見ていただける内容になっていい、と笑顔を振りまいた。一方で、私のアイドルら、さって何でしょうと、川上、小島に逆質問して、忘れる場面も、 川上から、渚のアイドルらしさ。いるだけで周りを笑顔にしてしまうところ、褒められたが、渋谷は、こういう、薄いところし、出てこないとボケを忘れず。小島は、渚さんと、えば、笑いに貪欲というイメージが、私たちも、意図爆笑していた。渋谷は、普段、笑い歌しにかかれているとしたら、今回は笑いかけていると、ドルスマイルで、笑い封印パフォーマンスを告げ。それ、

またのあきらひとし、大阪美、歌劇団、一個、おじゃる丸、神谷さ島田珠代、聖、霜振り明星、ラニーノーズリポーター、高瀬子、NHK 大阪局アナウンサー。